はい、こんにちは、勝又博物館です。絶賛花粉症で鼻が詰まってますということで、羽田空港第2ターミナルに来ました。今日はですね、ウーブゴルフのプロアマ大会に参加するために沖縄に行きたいと思っております。初めてのね、一人で飛行機、修学旅行の時にね、一回乗ったきりで全くどこに行ったらいいかわからないし、ちょっと難しいけど、まあなんとかやってみよう。ちょっとね、鼻がやばいのでリンゴを食べたいと思います。リンゴ花粉症に効くってよく蜂蜜とかね言うので、リンゴの自販機あるのでリンゴ食べます。リンゴの自販機、いつでも新鮮リンゴが食べられるよ。美味しそうだね。まあ普通に200円の方もありますけども、あのとろり蜂蜜、とろり蜂蜜しましょう。購入、あ、37番だった、惜しい。はい、はい、それではいただきたいと思います。加工が2月20日、今もう2月28なので賞味期限3月2日、結構ギリギリですね。新鮮ではない。爪楊枝とか入ってねえのかな。お、入ってる。あ、蜂蜜リンゴってそういうこと。蜂蜜がついてんだ。蜂蜜が入ってるリンゴじゃなくて、蜂蜜付きのリンゴなんだね。面白い。蜂蜜付きのリンゴです。いただきます。朝飯。うん、うまい。鼻飛んねえけどうまいのわかる。購入搭乗手続きというところにありますので、二次元コード多分これでいいはず。二次元コードあるので。来た、お、来た、すげえ、来た来た。何これ、ない、チェック。27歳まだなってない。確認。お、すげえ、アップグレードなんてある。めっちゃ気になる、見てみよう。あ、はい。これもできるんだ。あ、変更したかったらできるんだね。ここなんだ俺。さすがに窓際は無理か。あ、窓際が良かったね。さすがに窓際ないね。こことか良さげだけどね。トイレ近いからあれだね。残念、窓際が良かった。無理だね、隣空いてるからいいや。ラッキー。よし、選択。マイル、マイル、マイルなんてねえ、わかんねえ。はい、機内の持ち込みがダメってことね。お、搭乗口60。お、出てきた、チケットだ。大きさがね、でかいのと重たいのはダメなので、ここにいらっしゃいまして手荷物置いてください。はい、手荷物置いてみましょう。何、なんか本当は書いた方が良かったのかわかんないけど、まあとりあえず置いてみよう。そして、お、いらっしゃいませ。そしたら QR コード、先ほど発見したやつですね。来た、これだ。はいはいはい。おおお、来た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 。なになに、あ、そういうことね、そこにつけろってことね。お、すげえ。うわぁ、なにつけろってことね。はい、わかりました、貼り合わせます。シールっていうか、なんか適当に貼り付けられた。確認。お、閉まります。おお、なんかスターウォーズみたい、すごい。
あ、すごい、確認してる。バイバイ。あ、バイバイ。あ、あ、あ、来た、来た。これだ。はい。はい、ちょっとリンゴだけじゃ足りないと思ったんで、こんなの買ってみました。モンドセレクション、銀賞受賞だそうです。おー、美味しそう。5種類の天むすです。いただきます。どれから食べよう。ホタテ。うん。レンコンだわ。うまっ。鼻が飛んねえから味わかんねえ。保安検査しよう。どこでもいい。すごい。初めて通った。手荷物全部ポッケの中とか全部出して、こう X 線かなんかわかんないけど通して、でもうこれであとは待てばいいのかな。よし、あとは乗るだけですね。花粉やべえ。できた。できましたね。すげえ。おお、飛行機に向かってるぞ。すげえ。 24H だから座席番号は1ね。はいはい。え、イヤホン。すごいね。おお、すごいすごい。うわ、寒っ。外寒っ。外だわ。うわ、初めてだ。列になってる。はい、オッケー。さっきのはいいシートだね。普通のはこういうの。あ、しまった。24H。ほら。暑っ、沖縄。着いた。めちゃめちゃ暑いんだけど。半袖だけど、めっちゃ暑いわ。もう、この連絡通路みたいなところで温度がわかる。ダウンなんてマジ着てらんないよ、俺。あとは荷物を受け取るのがどうするか。黒、俺黒。はい、結構ね、あ、まっすぐ歩いてきて手荷物受け取り所って書いてあるので、あっちだと思います。違う、外。ちょっと人が映っちゃうんで上目に撮ってますけど、羽田と打って変わって天気いいな。悪くはないね。メソーレ、ウェルカム。なになに、どうすればいいの。難しい。荷物どれ、荷物どれ、あれか、東京、あれだ、4番だ。あー、これね、ぐるぐる回ってくるやつね。これだ、まだ今動いてないけど。すごいすごい。これが開けばよし、これだ。着いた、沖縄だ。
全然沖縄感ないけど今んとこ電車乗らなきゃ、てか肌黒俺あれ乗っていけばいいのかな。まずねイオン那覇店に行ってガオーレをやらないとならないのでオロクというところで230円。でもなんか1日乗車券とか2日乗車券あるんだけどどっちの方がお得かな。明日もいるからな悩むんだよな。2日乗車券にしました。行きましょう。すげえな首里行きだって。那覇イオン着いた。モノレールゆりかもめみたいな感じだね。雨降りそう。はい、降りたので国際通り行ってみたいと思います。なんかすごいって聞いたんで。なんか駅降りたらピカチュウが呼んでるポケモンストア発見、呼んでる。行きます。ここのポケモンストアちっちゃい。こんだけだ。でも可愛い。すげえ。あれ県庁かな、こっちかな。なんかでかい建物ある。県庁前っていう駅だから県庁っぽいけど、国際通りは多分あっち。なんかそんな気がする。みんなあっち行ってるし。書いてあった、国際通り。あっちもここなんだね。普通の道な感じするけど、ヤシの木があるね。焼き肉いてここ絶対面白いじゃん。ゴーヤの椅子にこれなんだっけ、クローズだっけ。ハルクもいて、ジョーズもいて、絶対面白いじゃん。うわガンダムもいる。しかもあれ高いやつだよこれ。すげえ、買って組み立てたんだ。すげえ。お、明日のジョー。このゴーヤが結構すごいんだよな、ゴーヤの椅子。すごいすごい、上すごいよ。うわあ、めっちゃうまそう。食べますか。いや、食べたら買いたくなっちゃう。あれあれだ、お菓子御殿って。これあれ、あれがあるとこだ。紅芋タルト。紅芋タルトってるもん。いやなんかすごいね、面白いわ。めっちゃいい匂いしてる。これは買いだわ。もう匂いが、うわーうまそう。絶対うめえじゃん。無事に購入しました。試食もねしてできてめちゃめちゃ美味しい。福ギア、俺結構バームクーヘン好きだけどマジで美味しかったです。
ゃれ。はい、今こちらのお店でございます。サンフォードさんかな。そちらで、じゃーん、かっこいい、いいよね。25セントをくり抜いて手作りだそうです。おしゃれ、かわいい。100円だって、育つの本当に。めっちゃかわいいね。はい、ということでホテルチェックインして、外出たらめっちゃ雨降ってて、あ、首里の方はあんま降ってない。首里城にちょっと行ってみようかなと思います。歩くのは10分ぐらいかな。なんか面白い自販機見っけた。琉球銀行の R7700 グレート流銀、かっこいいんですけど。なんかいるよ、守り神みたいなのいるよ、怖っ。あそこ鯉がいるな。すごい緑の池、首里城近辺ですね。雨が、晴れろ晴れろ。歩いてきてからのこっちから見るのもいいですね、すげえ。はい、着きました、首里城公園。首里城前ですね。駐車場があっちみたいです。いっぱいあるね、歩いていこう。結構駅から15分20分ぐらい歩いたかな。はい、今のとこ歩くとなんか工事してんね。もうちょい先かな、順路。なんかカラーコーンとかなければ素敵ですけどね。うわ、結構斜めってて滑るぞ、危ない。さあ、もうちょいでなんか着きそう。めっちゃ危ない、マジで。結構斜め、勾配がすごい。本当にああやって降りないと危ないわ、これ滑るよこれ。おお、すごい。くぐったらまた、なんて書いてあるか全然読めないけどね。また だ, だ。お、ついに来たか。結構なんかやっと来たって感じがすごい。めっちゃいいよ。あーしよ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 し。おお、おー、すげえ段差来たー。シュリってるシュリってる。おー、いいねいいねいいね、高いね、すごいね、いいじゃん、すごいすごい。おー、いいね。あそこはなんだろう。くぐったその先は券売所。あら、お金か、やっぱり。そりゃそうだよな、金取るよな。できたぞー、すごいね。820円でした、顔はめ。はい、ということで首里城でございます。本当にいるよ、沖縄にいるよ俺。すごいな、すごいわ。雨だけどそんな降ってないから、これすごいわ。なんか合成みたいだわすごいすごい。首里城の模型すげえ細けえ、すごい綺麗。ちょっとね、雨も止んできたからね、いい感じだよ。なんだこれ、入れんの、休憩所か。ウィン、おお、そういう感じね、面白い。さあ、展望台どんな感じでしょうか。この風景がいいわ。万里の長城とかも行ってみたいしね。上がっていくぞ、かなり階段、人がすごい。行け行け行け、来るぞ、見えるぞ、外が見えるぞ。おお、すごい、素晴らしい素晴らしい。いやー、あそこなんだろう、
クリスチャンか。十字架があるから。怖い。すごい。すごいね。エクセレント。すごい。あ、ごめんなさい。すごいわ。沖縄だ。あそこ海だ。めっちゃ雨降ってきた。ちくしょう。なんか首里城公園からちょっと外れたところに面白い森林コーナーがあります。なんでしょうね、みんな帰っちゃうけどなんでこっち来ないのかな。絶対来た方がいいのに。ほら、西のアザナって書いてあるよ。この先階段あり、うわ、めっちゃそそる。そそるね。この先階段あり、どっちも行けんね。お、いや、もったいないな、みんなこんなとこ来ないなんて。うわ、すげえ。あ、ダメなんだ。ダメですって。だからだ。本来であれば行けると。いや、でも来る価値あるよ、これ。もうちょっと明るくて、やっぱ天気良ければね。すごいいい。密林だもん、密林。ジャングル、ジャングル。こっちもじゃあ同じかな？アザナ。茂みの中に入らないでください。ダメですよ、入っちゃ。あ、やっぱ行けねえわ。行けないんだ。悪天候のため行けないんですね。雨強くなってきた、雨強くなってきた。うわ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 、めっちゃ強くなってきた。やばいやばい。あれ？行けそう。雷？その木すごない。赤木。福本。先生の漫画やん。うわー、その木やべえ。これやば。いや、この木すごいよ。うわ、つるがガジュマル。うおー、すげえ。ガジュマルすげえ。てか iPhone XS すげえ。あ、いけんじゃん。なんだ、いけるじゃん。全然西のアザナいけるじゃん。イエーイ、独壇場だぜ。すげえ。誰もいないからね。まあ一人ってのもなかなかのつまらなさですけど。あー、結構曇ってきた。さっきより、さっきいい時にあっちの頂上行ったね。西側だそうです、これがね。すごいね。あ、もっといける。全然もっといける。おお、誰もいないよ、ほら。悪天候だからね。本当は、こうやって見えると。すごいね。出たー、ガジュマルー。すげえ、ガジュマル。俺、映画だけかと思った、こんなの。すげえ。砂糖の焦げた匂いがめっちゃいい匂いする。あ、うまそう。はい、おはようございます。翌日でございますけども、ゴルフ場へ来ました。すごいよ、海。あっち、ちょっと見てみよう。すごいね。あっちで並木ちゃんとかガクさんが撮影してます。マジ綺麗。空やべえ。ちょうど曇っててね、いい感じ。かっけえ。緊張すんね、こういう場所でやるのは初めてだから。練習してこよう、俺も。
優勝すごいね。めっちゃある商品。貯めるだけでも500円から。お、30円めっちゃいいじゃん。え、これもいいな。はい、ということで最後の沖縄の料理はジーバーミ豆腐220円、琉球そば860円でございます。いただきたいと思います。いただきます。空港で召し上がりたいと思います。ジーバーミ豆腐はね、めっちゃ美味しい。このなんかねちょーっとした感じなんだけど、ほら見て、うわうん、うまっ、うまい。スカイマーク580福岡行きのお客様がただいまから41番。さあ、ジーマミ全部食べちゃったんで、ビーテそばいただきます。あ、なんかインスタント麺みたいな感じだな、これ。うんうん、こういう感じね、そばが。うまい。はい、ということでご飯食べ終わりましたけど、電池がね、なくなっちゃって、今電池ここにあって、 USB でブスって挿してフリーコンセントで充電してるんですけど、あー疲れた、本当に。ゴルフもあって、いろいろあってね。まあでも2日間ないですけども、まあ2日間楽しかったです。本当にあったか、2日間あったね。黒いのもなんかね、取れてきてね、どんどんなんか普通の色に戻ってきてるから、顔とかもなんかまだら模様になってきてるもんね。はい、ということで無事に帰って終わりにしたいと思います、この動画ね。はい、お疲れさんです。羽田着きました。喉乾いたから、マジ久しぶりだね。いやマジ疲れた。やっぱりちょっと疲れるね、うん。まあ次フランス行くけど、もっと乗ってなきゃなんないからね。まあ次はでも一人じゃないから、なんとかなりそう。あとは車で帰るだけですね。2時間ぐらいかかるから。はい、帰ります。だる。最後の最後にやらかした。 P4 俺ここ P3。 めっちゃあるんだけど、直線本当に歩き損したわ。確認しないからだけどさ、やらかした。